日産 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。置く場所が決まっていればお片付けできます。案内人の M です。カタログの中で一番好きなページは収納のページです。カメラマン W です。ということで、今回はこちら日産サクラの収納について皆様と一緒に見ていきたいと思います。電気自動車だからといって特別なことはありません。しっかり収納ございます。チェックしていきます。それでは行ってみましょう。収納のある場所、まずは助手席見ますよね。はい、こちら助手席です。サクラの収納いろいろあるんですけど、まず目につくのこの場所ですね。はい、物が置けるスペースございます。まあ、何を置くかは結構皆様のアイデア次第なところあるかなと思いますけれど、携帯を置いていただいてもいいですし、まあ、例えば鍵とか、あとは財布とか、そういったもの、車に乗り込んでパッと置く場所出てこないですよね。まあ、助手席に人乗っていないときは助手席に置いてもいいんですけれど、ブレーキを踏んだときにずっと前に滑って落ちてしまったりとかよくあります。そういったときもここに置いていただくと結構安心かなと思いますね。ここちょっとですね、手前側が上がってるんですよね。しっかり置いたものが安定するような、そういう形状、そしてなんか丸みを帯びていて優しい作りになっています。はい、というわけでこちらがまず一つで、助手席周りもう一つ見たいのグローブボックスですね。はい、こちらにグローブボックスで、今ここに車検証入れが入っているんですけれども、実はさくら車検証を入れる場所ここ以外にあるんです。しっかり用意されています。それがこちらですね。この部分なんか外れそうですよね。外れます。はい、パコッと外していただくとこんな風に外れて車検証入れがしっかりしまえるようになっているんですね。頻繁に出し入れするものじゃないかなと思いますので、まあ、ここにしまっておいて、普段は車検を受けるときとか必要なときはここをちょっと開けて出し入れをしていただくようになっています。ここの固定はクリップ式になっているので、まあ、軽く力をかけてあげると簡単に外れるようになっています。で、もう一箇所ここにあるんですね。しまう場所が、はい、ティッシュ入れる場所。まあ、ティッシュじゃなくてもいいんですけれども、ここに引き出し式の小物入れがあります。まあ、私はティッシュ入れます。ちょっと薄型のボックスティッシュがちょうどいいですかね。すっとしまえるようになっておりますので、まあ、普段は閉めておいてティッシュ使いたくなったらすっと開けて出してもらう、そんな使い方ができるようになっています。まだまだ前の席あります。この辺ですね。はい、パッと見てわかるの、まずここの部分、ここにトレイが1段2段ございますね。で、下のトレイはなんなら手前にパコッとなんか開くようにもなっていたり、このトレイの部分に携帯を置いていただいたり、財布を置いていただくのもなんかぴったりですね。ここのスペースもいいですね。下のスペースは何がいいでしょうね。ダブルさん、ここ何入れます？サングラスとか。あ、サングラス、確かにサングラス入れるのにもちょうどいいかもしれませんね。そしてここにシガーソケットの電源の差し込み口もございます。で、ここまでご覧の方、あれ、助手席の人飲み物置く場所なくない？あ、まあドアパネルの方見ていただくと一箇所あるんですけど、ちょっとそこじゃ使いづらい気もしますよね。ということで、ちゃんと助手席の方にもぴったり使いやすいドリンクホルダーがこちらにございます。はい、引き出し式のドリンクホルダーになってるんですね。結構使いやすそうな。そしてここにサクラのマークが入っていてちょっと可愛い。しっかりここバネ式になっているので、これ紙パックのジュース飲み物も入れていただけますし、ペットボトルとか、あと缶なんかもしっかり保持をしてくれそうな形状ですね。はい、そして運転席の方はこちらですね。こちらにドリンクホルダーがございます。ここも同じように紙パックの飲み物も入れられそうですね。そしてここにバネ式の支えがついているので、缶やペットボトルの飲み物なんかも快適に飲んでいただくことができるようになっています。そしてフロントのドアパネルがこちらですね。ここに、まあ、例えば大きいボトルなんかを入れていただくこともできそうですかね。ちょっとした書類関係をここにしまっておくこともできます。はい、そして後部座席はシンプルです。ここに
ドリンクホルダー、ドアパネルにドリンクホルダーが1箇所で、あとここドアを閉めるときに持つ部分ですけど、ここも結構長く取られているので、まあ携帯電話 iPhone SE は結構小さい部類ですけど、もっと長くて大きいスマートフォンもしっかり入る、そんなスペースになってますね。同じように助手席側にも、はい、ドリンクホルダーと小物入れ、そして助手席のシートの後ろですね、ここにちょっと網がついてるの分かりますね、ここに携帯を入れておく、そんなことも便利に使えるかなと思います。ここもあります。あ、そうですね、ここにも、はい、シートバッグ助手席側だけですね、ここに1箇所2箇所と下にもちょっと大きいものを入れておけるような、そういうスペースがあります。はい、最後2室です。開けます。あ、この開ける時もスイッチ式のこの解除レバーがついてますね。はい、でこちら2室ですね。サクラの後部座席デイズとほとんど同じなんですけれど、まずシート、はい、リクライニングができるようになっています。まあ一番立てるとこんな感じ、まあ、この状態だと後ろに座ってる方、あの直角に座るようになっちゃいますけれども、あのその分何か箱物とかを置くときには都合が良さそうですね。で一番寝かせるとこのぐらいまで寝かせることができるので、後部座席の方かなり広々とゆったり座っていただけるかなと思います。さらにここの真ん中のレバーを上げていただくとシートを前に出すことができるようになっているので、さらに箱物など大きい荷物を積むときはこの状態で使っていただくとちょうどいい、そんな使い方ができるかなと思います。でさらにもっと荷物たくさん乗せたいよという方はシートを前に倒しましょう。これで今2室空間最大の状態ですね。でただしこの部分ですね、はい、シート後部差し倒してもここは少し段差あります。そうですね、拳寝かせたぐらいの段差ですかね。完全なフラット状態にはなりませんが、ちょっとしたこう長いものを乗せていただいたりとか、あとはもうもっとたくさん荷物とかカバンとかたくさん乗るんだという時もこの状態にしていただければ、かなりの2室空間が確保できるかなと思います。で最後この下ですね、はい、こんな感じで収納ございます。このスペースには今パンク応急修理キットなんかも積んであるんですが、あとこの空いた空間は例えば普通充電のケーブルをここにしまっておいていただいたりとか、あとは普段使わないものをとりあえずしまっておくなんていう方にもちょうどいいスペースになってるかなと思います。いかがだったでしょうか。今回はサクラの収納そして2室について見てまいりました。ダブルさんが車の収納をチェックするときどんなところポイントになりますか。とりあえず収納の数は気にして見てます。サクラはどうだったでしょう。やっぱコンパクトですけど、いろんなところ収納を置ける場所たくさんあったので便利だなって思いました。便利ですよね。私も結構あのデイズやルークスにもついてるんですけど、ティッシュをしまっておく場所がある、あれ結構羨ましいです。日産 YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。